ずっと今回ね、今年1年調子悪くてロケで答えられた。場所ですね、まあ、緊張度が高い時間帯ですね。で結構ここ大型の実績も高いんで、まあ、最初から高負荷をかけたドラッグセッティングです。竿は、アウトレージの C826 っていうモデルですね。でリールはカルディア SW の 14000H で、 P ラインは、6号を使ってます。まあ、このセッティング的には、まあ、この上五島北部九州エリアですねの、まあ、大型のヒラマサを狙うには一番1年を通して使うバランスのセッティングだと思います。 P6 号ですね。わー出たー、よし、よっしゃ、おお、あ、そんなに大きくはないっす。あ、やっぱ強いっすね、竿もリールも巻きはすごいスムーズです。よし、船長来ました。おお。あ、出ます、出ます。船長がもう一投投げてって言って出ましたね。あー、あっちでも出たな。うわー、あっちペンペンが追われてる、すごいなー。ベタなぎになっちゃった。今結構シーラーを追ったヒラマサのボイルがすごい激しかったんですけど、まあちょっとチャンスがだんだん近づいてきたっていう感じですね。
うわ、サンマだ、サンマ。うわ、すごいすごい、ついにサンマ到来。これはやばい、めっちゃやばい。わあ、出た出た。うわ、シイラ追われて出た。20キロ取りたいですね。いますね。30キロぐらいのやつもいますね。よっしゃ。うわー、くそ。びっくり合わせしてしまった。ちくしょう。ペンペン来た来た。わー、飛ばされてる。わー、来た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 。いいとこ。だんだん近づいてきたっすね、魚に。ツーバイト、ツーバイト。さっきのやつはちょっと後ろについただけでしたけど。すごい。しかも太かっすね、あれ。群れもシイラも。うわ、太い太い、でかいわ。よし。ちょっと後ろ行く。後ろ行く。後ろ行くよ。中野さん、ちょっと。ペラに行かねんか、心配や。いや、10って言わん、船長。船長、10って言わんばい。船長、見えた見えた。こっち側がよっしょ。よっしゃ。でかっ、これでかい。でかい、これ飲み込んだわけ。すげー、これでかいぞ。これでかいぞ。これでかいぞ。はい、よっしゃー、オッケー。やったね、やったね。泣くなよ。泣いてみようか。やったやった。20キロあるかい。20キロやったね。おー、20キロある。なんかよかった、ロケで。ずっと今回ね、今年1年調子悪くてロケで答えられた。はい、今回のロケ通してずっと使ってたあの C の826ですね、アウトレージの、結構あの、まあ、このサイズでもしっかり主導権を握ってファイトできたので、あのすごいいい竿だと思います。でリールカルディア SW の 14000H、これドラグも締め込んであのファイトしたんですけど、もうやっぱりこのアルミモノコックボディですね、巻きのトルクがしっかりしてたんで、もうどんどん寄せれました。落ち着いてファイトできたのもこのタックルバランスだったからだと思います。でプラグは、ダイブスター 220F ですね。自分もちょっと開発に携わらせていただいたんですけど、まあ、そのルアーでこのサイズ取れてよかったです。まあ、船長とか、まあ、いろいろ
台湾のスタッフの皆さんに感謝したい一匹ですね。ありがとうございます。